ミナでしたね。失礼、ちょっと人違いだったかもしれません。さっきのフリープレイの情報は大変失礼しました。あ、人違いにしても、さあ、ということで吉光対孫ミナを見ていきましょう。大変失礼いたしました。バトル1ファイト。さあ、開幕消えて目の前に現れたが、それを予感していたかのような消火天神、消えたと見せかけてとどまったところはガイドエンジンで再び足元を送っていく。自身のリーチを生かして素晴らしい攻撃をしてきて、イオン選手に対してキッド A 選手が崖際で全てのダメージを帳消しにしようとしてくるが、横移動を潰していく、リバーサベッチ、これが通ればといったところですが、しっかり倒していく。流れは自分のものにあると。あそこで通されてしまったときに、ちょっとその後の展開、崖の位置も誤ったかもしれませんが、ああいう自分が押している状況は、一人で前に出ることも大事ですね。小さな手から内輪が神隠し、そのまま降りてくる。下段をかわして、消火天神から、これは掘り起こして、お疲れ様でした。あっという間に2ラウンド、ソウルキャリバーらしいといえばらしい試合展開が続きましたと。逆転推進、これも落ちていく。砂漠の女王、まあ、キッド A さんもちょっと辛抱たまらんといったような表情をしております。だいぶ運び能力、結構砂漠の関しての落とし能力というのはこれまでのあれですね、調整によっていろんなキャラがある程度マイルドにされた部分もあったし、砂漠のステージそのものも広くなってはいるんですが、ミナの運び性能はそれでもまだだいぶ強いですね。さて、いくらなんでもというところでステージを変えた先に現れたのは続けた精神陣。内輪か、キバサレッチ、エランが来ることも分かっていますけど、ガード蹴りを浮かして浮かしている。コント呼吸から落成水陣、避け切っているが追いかけてくる。蹴って突き落とす、ラジオを落として赤月集団はこのラジオを受けている。足元を浮かしてさあ、若っかわせる。なるほど、あそこのミーハセはかわせるんですね。ベラ6位外れてるのを見て単発で止めている。素晴らしい確認能力。さあ、接触しようとしたらここは浮かせて止められる。ブラジルからゲダン、ゲダン、前へ横を潰してくる。上段しゃがってる、分からんぞ。 3BB 外している、これはでかい。すかさずゲダンを通して1-1。内輪か、ここから再び当て切りをすかしたリーサルヒット。はい、はい、距離を取って前へ来るが、これはガードして落ち着いて返していく。上から来る新しい技を使っていくが、しっかり対応しているキットへ。ソウルチャージ、ここで先にゲージを吐いていくイオン。ゲーラン足元を救い続ける。さあ、崖が近いぞ。ガイロエンジンは長い、前へからマウント取って上段、上段、しかしこれは当たってしまう。さあ、どうなる。じゃんけん制したのはきっと吉光。あれ、さっきのは当たったんですね、リバーストレッチの。避ける方向なのか、ちょっとタイミングが遅かったのかは。が、あ、必要に上段のブレイクアタックを通そうとしてくる。抜けて打撃投げ、しっかり打っていく。当たったところに
クリティカルエッジ、ポンポン飛ばして、そしてゲッケ長怖いぞ、うまい、かぶしたところ、ガードは間に合わず、クリティカルエッジは体力を吸い取る。しかしこれは少し外れてしまったか、背面投げになってしまった。さてなかなかいろいろなものに恵まれていないこれまでのキッチュー選手ですが、知らせ激励ここで相当リサル、危ない危ない、いいヘリコプターで撃て、上から来る感じから毒斬り、これからこれ浮いたところになるので、そのまま落ちる、下段前前、どこでゲージを生えていくか、さあ一気に前に出て捕まえて、これは体力を削り取る1勝3かな、これで1-1。さあ再戦を選択ですね。よく見たご神殿壁はあるんですけど崖もあるので、変にステージを引き直して、崖のないところになるよりはといった判断でしょうか、まあ、悪くはないといった感じですね。スガイ、あ、起き上がり、下段からターンを奪ってターンを切り返していく、前前、素晴らしい瞬間移動で抜けて起き上がりを掴んでいく、知らん戦撃、大冒険 1B、うまい狙いではあったが何かがすり抜けた、リバサレッジ、さあ仕切ろうとしたところをさらなる派生が襲いかかる、一着分かってはいたが少し間に合わなかったか、ゲランゲラン毒入れ替わして掴みは抜けている、何名からあーねえ、2段目がカウンターヒットだったかな、当たると打撃投げの演出に移行しますね。さあやはりこの内枠が非常に強力、序盤のうちはリバーサレッジで対応してたんですが、リハゼで降りたところのリバーサレッジを縦蹴りで避けられてることが多かったのでちょっと振りにくくなっておりますと、これソウルチャージ、その場に叩き落として上段の BA しっかりしゃがんでいる、でわーお、最後は惑いなし、勝ったのはドエーさんです。さあ体力半分ぐらいありましたが、やはり腹切りですねこのゲームは。あれで半分消し飛ぶとなかなかびっくりしますよね、前もって想像していないとリアクションがかなり素のものになってしまう。さあグランドファイナル、キットさん VS リーチさん、3のはず、Welcome to the stage of history. さて見事な腹切りで決勝への、進出権を手にしたキッド兄に対して出てくるのはデイチさん。私は風になる。なんだかこのカード引き継ぐちょっと珍しいかもしれない。私は風になる。ああ、色速ブレック VS 私は風になる。ファイティングチューズでのグランドファイナル、キッド A ヨシス VS デイチタリムを見ていきましょう。ステージはオーバーキルの主任、先がない、これでもリングアウトが得意そうな印象を受けないのでいいでしょうっていう感じですね。稼ぎよく、わーお、すごい進んでいく、ゲダン、わー、しっかり
かかっていたと。そこから繰り返して4ゲージ目、敵は粘歩までかわす。中身から内輪か気をつけね。さあ内輪か連発からの神隠しまで行って突入しましたが、ものすごくグランド、リバースレッジをためにした。4打目マシット蹴り素晴らしい。今とっさにターンで蹴ってみてブレイクアタック、リーサのヒットを免れてはいる。さあ何かが当たればといった感じだが、挨拶クリティカルエッジ当たっていく。怪我あれを突き放って風よ感謝します。ガードさせてその後どうしようかなといった形のクリティカルエッジではありますが、しっかり相手が動くであろうところも狙っていってバチを落としていきます。ラから掘り起こしてゲラン、しっかりしゃがんで壁際怖いぞ。セーブセリーからゲージを使ってこれは有利を奪っていく。下段バレている。すいませんし5ミリは冗談ですと対応しきっているデイチ選手。ワンプレイいい形で UB からずっと跳ね返る。リバーサレッジガードはしているものの横入り勝ち合って怖いぞ。2周目ガードしきったターン系で壁にぶつけてなかなか大きいダメージ。前前ビンクだけ冗談横移動細かく崩して壁にぶつけた。リズバイでさらにソウルチャージで追い返す。そうクリティカルエッジを潰した。下段から一発まだあるぞ。からそのままゲージを使い切ってコンボを伸ばしてくる。体力調整もバッチリですね。三段下段ガードされたので今度は中段で振っていきましたが、それに対してもしっかり対応するデイチ選手。これぐらいなら見てから可能性が残るでしょうか。ただ技属性に対する対応はヒット A 選手も負けてはおりません。リバスでいいガードインポジションに対してラスト投げ 6BB ガード終わってソルト K から舞い上がれ。一発岩根っぽで避ける。熱波戦か受け身で避けてこれ動いていた。やはりお強い風よ感謝します。風の歌が聞こえる。どうしてもタリム側にゲージがあるときにこっちの体力がなくてタイム側にゲージがあるというのが非常に動きづらくはなりそうですね。ゲダンレイルビーから掴んでいく抜けてワンプレイこれはでかいぞ。なんでかって最終ランディングはピンポットだが冗談バレている。 4BA からはい細かい非常に防御がテクイでかいダメージを絶対に受けないようにしている。さあ盤石敵の前でデイチ選手がこのラウンドに最も1ラウンド取っていく。キルジャのやり合い、リバースレッジ、カンキャンセルから2回ボディ、相手のストレッチを吸収し続ける、ハイカカリングから K、いいから A をかけになって、アルガパ内のリーサルできるぞ、あこれは風に捧げます、なるほど、ガードを割ると、おまだまだ残るものの、ただかなり厳しい状況。タイム相手に一発ももらわないというラウンドで1ラウンドだが下段を飛んでかわしてまだ諦めてない横を潰しているセーブ系
なんか当たればいいやろと打ってくる。珍しい技を使いつつ相手の出方を伺うような動きのデイジ選手。いいか。ああ、この手で体力を削ってくる。さあ、2本目もデイジ選手が取って、中野の守護神の異名にあるまじき強さをしっかりと突き抜けます。いい感じ。ぐ前に来て画面端に押し込んでくる。どんどん後ろに下がるラインが狭まってしまうキットA選手ですが、投げは抜けて、吉光刺激はどうしてもでかくなりづらい。ここまで体力が開いてしまうと少し逆転するのには厳しい。後ろに回って結構押しかけてくる。後ろが神隠ししようとしたが、しっかり反応している。バティーブルからいい形、ブレイクアタックからのブレイクアタックから度重なる有利を取ってくる。フレームダンスが始まって、あちらの方向へ行ってしまったが、ここはおとがめなし。 TV から上段中段と、あ、上段に対する敵が素晴らしい。あと何かが当たればこのラウンドも通すことができるが、見える止めて、さあゲージがない、時間もない、どうする。キットエースにして、細かい技のみで相手を指導して残り1秒で体力を削り切っていく。すがいダーレンパスをずらして 3BB から投げはしゃがんでいる。ここはまずクリスタルエッジでダメージを取りつつ、こちらの体力を回復させていく。これ体力差は5分かな。どうか、若干カリムが上って感じですかね。それから一発、やあ、受け身中段、あ、優勝のお寺が上から来る。一瞬消えて回っている。ダメージも含めて、まずはまた肩ダメージ、残りこの残った1ゲージどう使っていく。ヒットへ、じわじわとした、始まり非常に慎重に攻め込みたいことが伺える。浮かしてキーチが止まった。まだです。下段下段くるくる回って、もう一度1ラウンドを取り返していく。まだ闘志の目は消えてはおりません。内枠からリバーサルエッジ、最後までしっかり溜め切って横移動 A で枯れてる。その時から舞い上がる。OK ね、中段ガードに向かう、浮かして全部使い、ゲージを使ってこのワズラ最終段、はい、かかりから受け身するわけにはいかない。さあ下段一瞬絡まったところヒヤリとしましたが、ガードを間に合う。 3BB ここでソルチャージ、超メンバーだ。残りあとゲージがドーンと瞬間使っていく。岩佐レッジ出し切りからバンブレージめ、優勝はデイジ選手です。おめでとうございます。やるときはやるんです。はい、では、指示があったので巻きでいきます。
ではあちらで。はい、優勝おめでとうございます。で、優勝のデイジさんです。ありがとうございます。ということで、だいぶ久々ですよね。あ、そうですね、ちょっと仕事の時間変わって、はい、8時に仕事が終わるようになっちゃって出れないんですよね。始まる時間、今日は珍しく出れたんで。あ、なるほどなるほど。今日はじゃあどうでした、ちょっと久々に出て。あ、そうですね、まあでもキャリバー自体はちょっとやってるんで、はい、まあ、動けたかなっていう感じはありますね。トップ4の時の奈緒さんの最後後ろに叩き落としたやつ、クリティカルエッジ込みで、はい、あの落としたやつって、はい、なんか僕記憶が正しければ見るの初めてだったんですけど、はいはいはい、結構温めてました。あ、割といない通り結構普通にやってますんで。あ、やってました。大変失礼しました。そう、リバーサルエッジからあそこリングアウトするのないよなーと思ってたんですけど、まあ、結構、まあ、ありましたね。あれだけ落ちるんで、まあバレバレだろうと思って落ちたんですけど、ナオさんなんかガードになっちゃったらしくて。あー、なるほど。さすがに B は食らわないに横移動したつもりなのが、はい、なんかあのガードになっちゃったらしくてミスったって言ってました。ありがとうございます。では中野の守護神と言われて久しいデジさん、最後一言お願いします。そうですね、あ、なんか確かこの放送で言ってなかったと思うんですけど、私あの YouTube で、ソウルキャリバー6をメインに配信をほぼ毎日やってるんで、毎日やってます、ね、よろしかったらこれ見てる方もご覧ください。あ、普通にデイチっていうチャンネルでやってるんで、かなりレベルの高いものが見れると思いますのでぜひ皆さん見てください。はい、はい、それでは優勝のデイチさんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。